瀬戸内3港は、広島県の大崎下島、戸島、上釜狩島、下釜狩島と呉市港地区の中国労災病院を結ぶバス路線を運行する路線バス事業者である。本社は、かつては、広島県呉市釜狩町田湖2133番地1にあったが、釜狩支所の近くである、広島県呉市釜狩町田湖2494の12に移転された。2000年に防御汽船によって設立され、秋灘大橋の開通とともに、バス路線の運行を開始した。一般路線車2008年11月18日の戸島大橋開通に伴い、翌11月19日に大幅な路線再編が行われた。2019年10月1日の消費税増税に合わせ料金、運行ダイヤ等が変更され、小人方中国労災病院間の乗降車が可能となり、停車駅も増えた。同日、呉市生活バス高川尻線の受託運行に参入。山陽バスとの共同運行。東行きは中国労災病院小人方区間での下車が、西行きは小人方中国労災病院区間での乗車が不可だったが、2019年10月1日より乗降可能となった。それに伴い、これまで通過していたバス停にも止まるようになった。向井小一の浜は2008年11月19日に、港口より改称。魚組前は2018年に、金崎から移転。広島県道354号と島線の拡幅工事完成に伴うもの。直通乗り継ぎ割引制度2008年11月18日の運行をもって、呉駅前、そごう発着系統、広島バスセンター発着系統が廃止され、山陽バスの広島、釜狩、戸島線に承継された。広島、釜狩、戸島線は、営農センター大浦多度東谷、及び三ノ瀬、塩浜深海に停車しないため、これらの停留所と甲子所呉駅前、そごう間の停留所を直接行き来することはできなくなった。また、県民の浜まで運行する便はなくなった。東行きは、呉駅前、そごう小人方区間での下車が、西行きは、小人方呉駅前、そごう区間での乗車が不可だった。旧山新道を経由しない。呉市交通局と共同運行の急行便。2007年4月1日、高今秋灘高速より、路線移管を受け運行開始したが、瀬戸内3港としてはわずか1年半の寿命だった。広島呉道路、旧山新道を経由する。なお、路線継承した山陽バスの広島、釜狩、戸島線は、旧山新道を経由しない。広島釜狩、豊浜、豊線も参考のこと。いすゞ自動車製と三菱ふそう製と日野自動車製を保有している。2018年に移籍車を導入した。ありがとうございます。